おはようチボンヌたち、それでは今日も頑張って張り切って楽しくゲームやっていこう。13騎兵防衛剣やっていこう。アミグチシューのストーリーをやっていくよ、やっていくよ。本当にやっちゃうからね。いいんだね。これさ、AI、みんな AI だよね。違うのかな？AI として。みんなドロイドじゃないの？生身ではないでしょ、みんな。どうなんだろう。まあいいや、行きましょう。三浦くんがね、 AI モードとね、人型モードでいるのもね、不思議だよね。うさみちゃんもね、たまおさんもね、おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。夢の中で俺は伊田哲也と名乗っていた。伊田哲也だよ。姿は俺でも名前は違う。夢のドロイド、自分もどんなか。多分研究出てきたの、キサラギと。俺の場合今日学校が商店。何これかな。わざわざ電波ジャックまでしてテレビから話しかけてくる本物の稲葉美雪。俺のことをなぜか知ってて、俺にしか頼れないと来たもんだ。これも柴くんみたいに網口にしか見してないみたいな感じで脳波をジャックしてんだよね。ナノマシンジャック、うん、なんだ、まあなんだろう、見せてるんだよね。ドッキリ。ばそんな感じで何するの。キサラギに触るじゃない。渡り廊下で三浦とも会わない。お、お、マブ。ゆきちゃん見っけ。ゆきちゃん、逃がさないぞ。行ってみるか。かわいい、かわいい。ゆきちゃん。あ、ムカつく。なんかこいつと言動が似てたの、ムカついちゃった。網口、会いたいと思ったらすぐに会えるなんて、俺たちは運命の赤い糸で結ばれてる。何言ってんだお前。ハイシー飲んでる。その呼び方やめろって言ったよな。ヘイシー美味しい。ハイシー、ヘイシー、お肌にいいよね。なっちゃんが飲んでたから飲んでるだけだ。口寂しいんだよ。禁煙中だもんね。タバコがねえからな。タバコ吸ってたの？はい、ヘイシーだよ。ほい、お揃いだ。気持ち悪い。飲もう。うま。この甘酸っぱさが止まらない。はいはい、おはよう。今日乗ってきたからバイク隠してあるんだ。今からどっか行こうよ。行かない。はい、釣れないな。海とかどう？景色のいいとこ知ってるんだ。行かないってば。行かないってば、言い方いいな。ねえ、行こうよ。デートしよう。昔の思い出の場所とか、うん、今思ったその場所、君が行けない理由でもあるのかな。そんなわけないだろう。母方のばあちゃん家には親が離婚した時から行ってないから、どうしてるかなとちょっと思っただけだ。ふむふむ。あ、かまかけやがったな。行こう。は？ばあちゃんに会いに行こう。何言ってんだ。隣の県の浜梨だぞ。おお。ほら見ろバカ、遠いって。いや、行こうよ。
俺も行ってみたい。ああ、こうやってフットワークが軽い男最高。距離にして片道100キロ前後だ。いや、死ぬ。バイクで死ぬ。春先でしょ？寒い。死ぬ。さあ行こう。おい。行けば確かめられる。3時間くらいかな。昨日のテレビが言ってた。あの話も。片道3時間も極寒だよ。ボロ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 って言って。そこがどこか教えてあげる。どこって。ちゃんと装備整えてね。その学生服のまま行っちゃダメだよ。俺の家だろ。そうじゃないの。君が住んでいるその場所のこと。あ？君が世界だと思っているのは。あ、あ、来たぞ。答え合わせだ。直径30キロメートルしかない居住区。居住区？あ、世界中のニュースが毎日舞い込むのに30キロメートルしかない？いくらなんでも突飛すぎるよ。その反応は当然ね。だから自分の目で確かめて。やっぱね、時代じゃないんだよ。時代じゃなくて地球でもないんだよ。やっぱり火星かどっかなんか作ったんだよ。スワブキバイパスの一部を解除する。だ、どこそこ。今の君なら真実が見えるはずよ。世界の果てに行ってみて。オッケー。居住区の外壁に。なんなんだ。もう、じゃあ行ったろうじゃんか。なんでこんなことに。何？なんか言った？無計画だな、網口。俺なら往復で2時間以内だ。おお、よくないよ。日が落ちる前に余裕で戻れる。100キロだぞ。それよりさ、おばあちゃん家の思い出教えてよ。田んぼばっかりの片田舎だよ。それで？ばあちゃん家には夏休みよく行ってた。あー、いいな。この曲いいな。ちょっとさ、入り方がさ、ゼルダの子守歌に似てるね。朝もやんなか、汗道歩いてラジオ体操行ったりさ。俺の田舎でもそうだったな。昼にはばあちゃんがスイカ切ってくれてさ、川で泳いで魚手づかみで取ったな。すごい。裏山の欅にもセミ取りに登ったっけ。変だ。何が？俺の祖父の実家にも裏山に欅がある。へえ、そうなんだ。俺もクマゼミを取りに登った。へえ。川もスイカも同じような経験の記憶がある。田舎なんてどこも同じようなもんなんじゃないの。田舎の思い出なんてどこだって同じだろ。そうだよ、そうだよ。それが変だって気づいた。あ、みんな同じ。市の中心地からそろそろ15キロ。このトンネルを抜けたら県境だ。うわぁ、誰もここ行かなかったのかな。そもそもなんか変だとか思わないようにプログラムされてたのかな。どうなってる。これがあいつの言ってたトンネル工事にゃあ見えないな。上も下もすっごい広さだ。先が見えない。すっごいね。これが支えてるのか、街を。おい、ここはどこなんだ。知らん。これが外壁らしい。なんだよそれ。どうやったら通れるんだ。おそらく出られない。もしも街の外の記憶は全て嘘の体験でみんなが騙されてるとしたら。まさか。俺もまだ信じられない。俺たちが30km しかない隔離された場所に、巨大な居住区に住んでいただなんて。まあ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 。次は？あ、まだなんかあるね。よし。なんだろう。あったっけ。
あったかしら。どうも頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。そうですね。外壁。テレビの中の稲葉美雪が言うように壁はあった。この世界は30キロメートルほどの隔離された空間。首痛めてる。二人で夢でも見ていたと思いたいよ。まあいいや。デグミ。ソロギトミがいるな。まったく、俺は何を意識してんだ。あれは夢で、俺の気持ちとは違うだろう。でも、鉢合わせると気まずいな。前の君の記憶だから気持ち的には一緒だよ。冷たいものでも飲んで頭を冷やした方がいいか。お、自販機行く？またユキちゃんに出会ったりしない？えぐみ。ユキちゃんいるかな？あ、ユキちゃん。どうしたの？ついてくんな。あのトンネルにもう一度戻ろう。ビデオを撮ってテレビ局に送るんだ。なるほど。あれが真実ならみんなに伝えなきゃ。こっちはそれどころじゃないんだよ。え、どうしたの？待てよ、あんな大事件より大変な問題なんかあるかよ。補修だよ。ああ、それは大事件だ。補修？小テストがひどすぎて転校の時の試験が疑われてんだ。いつもならバックレちまうが、なっちゃんと同じ学校になったのに退学にされちゃ困るんだ。それは重大ですね。俺が勉強見よっか。ねえ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 、一緒に勉強しようよ。しない。足りてない。ともかく燃料補充だ。何言おうとしてたか忘れちゃったよ。青木のだ。八起の。はいしー、ヘイシーだ。ユキちゃんのお気に入り、やっぱり迷ったらこれだよね。何してんのこいつは。ここで甘酸っぱさがたまらない。糖分も取ったし考えるか。あ、そうだ、このゲームってさ、結構恋愛模様を意識してるよね。ユキちゃんとの念願の初デートを堪能するはずが、とんだ大ごとに巻き込まれちまった。なんか恋心のために生きたり、恋心を利用していたりとか、なんか泥沼。はあ、見て見ぬふりして恋に没頭ってわけにはいかないよな。彼女の言った通り、町の外には外壁があった、うん、彼女の話よく聞いてみるか。沖野には話しかけないの？ん？何すんの？まだある？誰に相談しても信じないだろうな。さて、どうしたもんだか。でっかい独り言だ。網口くん。うわー、びっくりした。なんだ、クラベくんか。どうした？今日も。あ、もういいね。一緒にいていいかな。いい方よ、サークルクラッシャー二人組目。別にいいけど。それじゃあ今日は君の家にでも行こうか。うちは困るんだ。ねえ、これあのシーンか。芝がいるはずなんだよね。行ってみたいな、クラベ君の家。こいつんちはダメだって芝が後ろで言ってるでしょ。ばあちゃんは親戚の家に行ってる。はあ、いないんだな。でも今はちょっと面倒な曲がり人がいてさ、だからまずいんだ。そっか、じゃあ俺の家行くか。よっしゃって言ってるよね。うん、俺のゲーセンみたいな。芝がゲームやってる時ってどういうことになってるんだろう。おいで、行こう。
ういいのか？うん。飲み物、炭酸しかないんだ。ありがとう。喉乾いたって言ったろ。ありがとう、網口くん。いいな、曲が。曲がいいよね、このゲームはね。曲と光の加減がいいよね。暗くなってきたな。もうそろそろ飯食いに出るか。一緒に行くだろ。あと背景もいい。上がるぜ。この前もラーメン代出してもらったし、悪いよ。じゃあ今日はもう帰るのか。行くけど自分で出すよ。この日だよね、やっぱ。どうした？貸したビデオ見てくれた？当然だろ、君のおすすめだからな。もう全部見たの？どうだった？マニアックな筋書きだった。意識だけになったマッドサイエンティストが、アンドロイドの体で復讐していくだなんて。426じゃん。面白かったけど一般受けはしないな。B 級 SF ホラーの名作だよ。稲葉みゆき。今はダメ。へえ。何？どうさ？網口くんが持ってるレコード、洋楽ばかりだと思ったけど、こういうのも聞くんだ。稲葉みゆきって最近人気のアイドルだよね。そうだよ。いや、それは試しに買ってみただけだよ。どんなもんかなって一通り試すんだ。クラベ君ならテレビのことを話せば信じてくれるかな。信じてくれるかもしれん。なんて話す？下手な説明じゃただのアイドルの熱狂的ファンに思われかねないぞ。頭のおかしいアイドルファンだよね。やっぱやめとくか。腹が減ってきた。飯食った後帰るのか？網口くん、もう少しここにいたら迷惑かな。いいよ、いても。今晩も親父は愛人のところだろうし、俺一人だから別に構わないぜ。ありがとう。なんか家に帰りたくない理由でもあるの？ともかく飯行くか。ついでにレンタル屋行って。うわー、泥だらけできたね。なんかビデオでも借りてこよ。猫が。そうだ、忘れてた、ビデオ。また忘れないうちに渡しておくよ。あの SF ホラーの続編持ってきたんだ。君のビデオだよ。君のビデオだよ。俺の？そう、君と俺のね。うわ、怖っ。記憶の転送完了。怖い。目を覚ませ十郎。十郎も。いや、426と呼んだ方がいいか。十郎が426なのか。俺がわかるか。稲哲也か。その姿、ずいぶん時間が経ったようだ。寝起きはいつも同じセリフだな。お前が死んで3年、来年は22世紀だ。俺の姿、これはひどい。手足どころか顔もないのか。苦痛は感じるよう設定しておいた。俺の指示には従った方が利口だぞ。今のお前はドロイドだ。意識は電子頭脳に収められている。俺の記憶情報をセクターゼロから引き出して再生させたのか。お前の研究について答えてもらおう。地下にある未来のコンピューターについてはお前が一番調べ上げているからな。そうだね、沖野くんをどうにかしようとして、森村さんと一緒に頑張って調べたんじゃないのかな。あの後お前があっちで最後にしていた研究だよ。インナーロスターで人間の脳に記憶をダウンロードする研究さ。全然違った。俺が引き継いでやる。詳しく話せ。記録には記憶移植は成功したとあるが、
実験データが全て消えてる。なぜ消した？この方法には問題があるのか？黙ってんなよ。まだ寝ぼけているようだな。起こしてやるよ。まだ寝ぼく。まだ寝ぼく。え？バチッ。お前がキサラギを殺したんだ。償わせるぞ。キサラギを人間に戻すんだ。驚いたな。俺の記憶を何度これに転送した？一回や二回じゃないな。こいつ勝手に接続してシステムに侵入したな。かなり前から何度も俺を再生している。 D の製造ラインに割り込む方法までお前に教えてるじゃないか。ダイモスコードを扱うのは危険だぞ。どこまで見たんだ？油断も隙もない。このブリキ頭に俺をコピーしては利用した後消去したわけだ。お前は危険だからな。危険そう。余計なことをされる前に始末する。ああ伊田君、どうしたんだ？森村さんから話は聞いたわ。この世界の如月富に私の意識を移すですって。そんな恐ろしい計画どうかしてる。どうかしてるね。待ってくれ。君は人間に戻れるんだ。別の人間を犠牲にして。彼女は君だろ。君の心を君の肉体に入れるだけだ。何の問題がある？私は死んだのよ。今の私は如月富を真似る機械。心は本物だ。君は君じゃないか。まだわからない。もう伊田君といた女の子は戻らない。たとえもう一人の私から肉体を奪ったって。頼む、君がいなきゃ俺は。あなたが好きよ。でもこの計画には賛成できない。なるほどね。それで俺を起こしたのか。だが思い通りにはならないようだな。誰？いや、これは見たところ、君の失敗は如月富をドロイドとして起こしたことだ。黙って最初から肉体に移せば何も知られず目的を遂げられた。そうだね。黙れ。泉十郎、囚人426号の泉十郎なのね。囚人426号の泉十郎。なぜ起こしたの？君と同じだよ。利用されるためにその男に起こされた。どうして彼を？ちょっと技術的な確認をしてたんだ。すぐに消去する。心配するな。消去されるとは思えんがね。引きそびれたことはまたにするよ。ドロイドに移す前の如月の記憶は残ってる。人間を部品として扱えるお前にしては随分消極的だ。それとも後でこっそり彼女を消去してやり直す気なのか？ということ？ということ？もう黙れ。感情的になるなよ。俺もそこにいる如月もたかがデータだ。再セットすれば蘇る。俺のように。すぐに消去する。コンソールで見張っててくれ。これで入れ替わられちゃう。そうだ、ちゃんと見てないと何をするかわからないぞ。消去完了。これでいいだろう。奴の話など気にするな。怒っているのか？やつの話。おー、426映りました今。
変わったことに気づいていないの？やったー、やったくないけど。前に消された俺がこんな脱出の準備をしていたとはね。すごい。こっちはどうだ？これは一体。やあ、キサラギ、入れ替わった気分はどうだ？お前の愛するあいつに消去されないことを祈るよ。イズミさん、悪いな、体はもらっていく。そんな、返して。なんだ、ビデオかけたまま寝ちまったのか。クラベ君は帰ったんだな。テープ終わって巻き戻ってる。今の夢は前の夢の続きみたいだ。そうだね。みゆき、みゆき。はあ、ビデオを見たのね。見たよ。いや、もう驚かないよ。君はちゃんと網口周のまま。見たけどさ、それどういう意味？君が見たのはビデオじゃないの。あれは過去、すでに起きた出来事。過去の出来事だって？その映画のビデオが？そうらしいです。それクラベ君に借りたビデオだぜ。もしそうだとして、クラベ君がなんで俺にそんなものを見せるんだ？彼も君と同様に過去を見てる。彼自身は何も分かっていないわ。利用されてるんで。君の家に来る本当の目的も、私と交信していることも。交信？ゲームしたりビデオ見てただけだぜ。君にはそう見える。あ、そうなの？いつも夢に出てくるあいつの。君が見てるのは君と同じ顔をした井田哲也という人物の。そんなもの俺に見せてどうしろと？彼の考えを知りたい。井田哲也の？何をする気なのか。計画のリセットを考えているなら阻止しなくては。計画？計画って何ですか？計画って何の計画だ？何を企んでる？良くない計画じゃないのか？違うわ、箱舟計画。人類救済のため別の惑星に移住させる計画。君たちはその計画の最中にある。そうかしらと思ってはいました。まだいける、まだいけるけど、まあいいや。次誰やるって言ったっけ？もう忘れたわ。あ、クラベくんやるんだっけ？あ、クラベくんじゃないわ。何やるんだっけ？わかんない。どうしよう、じゃあ、ゆきちゃんやろうかな。それとも網口続けてやる？や、やるか。長くなっちゃうかな。まあいいか。俺と比べくん、おそらく冬坂も見てる夢は過去の出来事で、実はここが隔離されてるって。うん、めちゃくちゃだな。アイドルの稲葉みゆきがテレビからそれを教えてくれた。こんなの誰に相談すりゃいいんだ。わかんねえ、頭おかしい人だよ。下手すりゃ頭の病院行きだぞ。確かに。テレビの中の壁はこのせっかくゆきちゃん、夢いだてすが名前、俺とあいつは全然違う。うん、そうだね。夢の中ドロイドと呼ばれる自分の体がない。どんな稲葉みゆきに言わせ、未来だと思っていた夢はどれも過去の出来事で。そうだね、実際に起きたことらしい。ループしてきてるんだったら。彼女、俺やクラベ君が見ている夢やビデオは実際に起きていだて。うん、何しよっかな。トン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 って走るんだね。ああ、キサラギトミはいないか。
まあ顔を合わせるのはなんか気まずいし、いなくてよかったのかもな。お腹ボンしたもんね。クラベ君。網口君。いや、帰りかい？ちょうどよかった。例のビデオなんだけどさ。ごめん、今ちょっと急いでて。そうなんだ。あ、いや、なんでもない。じゃあ。うん、バイバイ。様子が少し変だったな。彼も何か気づいたのかもな。追ってみようぜ。追えない。いや、網口の走り方しゃらくせー。ゆきちゃんはいない。いない。補習で忙しいって言ってたな。一緒にお勉強しようよ。外の空気でも吸ってみるか。新校舎屋上。ハンカチあるかな？ない。何の暗号なんだろう、あのハンカチ。事実を公にするべきかな。夜出てきた稲葉美雪、ビデオに撮ってテレビ局に投稿してみるとか。意味ないと思いますよ。誰かいるかな。お、ねんじくん、いると思った。おみうち、ちょっと会ってな。お前こそなんか疲れた顔だぜ。なんか悩んでんのか。ちょっと会ってな。まあな。俺よ、この前何日か学校バックれてただろ、うん、そうだっけ。実はあの時遭難してたんだ。遭難。意外でな。ずいぶん深いサボりの表現だな。そうなるよな。おお、非日常体験者として二人でなんか本当にあったことなんだよ、うん信じるよってなんかできるかもしれん。でお前のは。あ、ああ実はな、夜な夜な俺の部屋にアイドルの稲葉美雪が現れて困ってる。真面目に聞いて損したぜ。そうなるよな。お、ああ、どうした。忘れてた。なんだ。ああ、この回か。 C 組の薬師寺さん、朝呼び止められたんだ。話があるって。バチッとされる。またかよ。たく、ムカつく野郎だぜ。邪魔もんは消えるよ。また。中学じゃあいつの前で何度も告白されたからな。あ、もしかしてそういう話なら悪いけど、俺今は好きな子いるんだ。これゆきちゃんのことだよね。そんな話しに来たんじゃない。そうなんだ、ごめん。それともただ断ってるだけかな。謝らなくても大丈夫。ちょっと痛い思いさせるし。任務完了。20番機兵転送。何で、どっか飛んでくんだよね。って、なんだよ。なんだこれ、俺はどこにいるんだ。操縦席。待てよ、これ夢で見たロボット。あっ、こいつ飛ぶぞ。こいつ飛ぶぞ。いいな、おもろ。八重町のあたりです。桜高校が近いな。間違いない。騎兵だ。各省庁と米軍にも連絡を取る。スクランブルはさせるな。昭和の兵器では騎兵の相手にならない。誰が乗っているのかも、その目的も今は不明だ。めっちゃどんどん高度上げていく。ああ、見えなくなっちゃ、見えなくなっちゃ、ああ見えなくなっちゃ、ああ見えなくなっちゃった。東雲涼子を連れ戻しておけ。上昇している。もう見えないよ。何のつもりだ、あの騎兵は。
何のつもりも何もないと思うよ。沖野が最後に設計した飛行型の軽量機、生産しなかったはずなのに誰が。だってロボット自動化で生産してるんでしょ。そりゃ設計図さえ送れば生産されるんじゃないの。宇宙上がったといってもそこまで高くは。地表からの表示は2078メートル。あー、地球と違ってあれか、大気圏までの宇宙空間までの距離が違うのかな。上部のシールドを突き抜けて。誰だ。稲葉美雪だ。あの外壁の壁の外は宇宙かよ。何がどうなってんだ。巨大なロボットは何度か夢で見たけど、空飛ぶロボなんて知らない。二重番機兵、あなたがその機兵のオペレーター。訳指示はあんたの使いか。機兵が転送されたのは不慮の事故よ。彼らに見つかってしまった。彼ら？別の居住区からあなたたちの世界に侵入した者たち。別の居住区。やっぱセクターって居住区、居住区なのかな。居住区ってのは複数あるのか。機兵を隠さなければそこではこちらから何もできないわ。居住区内に戻って。戻るって、どうやって。こいつプロペラだぜ。え、落ちる。プロペラか。落ちちゃった。あ、網口。この BGM やめろよ。スミレ橋の BGM じゃねえか。あれ、ユキちゃんだ。そうか、やっぱり俺たち運命だよ。死ぬなら最後に君に会いたいって願ったんだ。何のんきなこと言ってんだ。あれもお前のか。20番機兵転送。消えた。どこに消えてるんだろう。どっから来てるんだろう。いないとこでよかったよ。何が起こったのか説明してくれ。おお、伊田と伊田が開口している。続きはこちらでやろう。乗っていたのが君だったとは。網口シュウ。メガネ。何の話っすか。ユキちゃんに手出さないでください。我々は政府の機関だ。単刀直入にいよう。我々に協力すれば安全を保証する。どういうこと。さもなくば収容施設行きだ。怖え。俺さ、そういう大人の偉そうな言い草嫌いなんだよね。わかる。やめるんだ網口。ユキちゃんの知り合い。彼女は組織の一員だ。え、ロボット搭乗者、つまり君を監視する任務で、高宮は桜高校に潜入していた。あ、網口を監視する任務なの。まさか。あ、違うよね、みんなだよね。嘘だろ。網口もその一人ってだけで。協力しろ網口周、高宮のためにもな。ああ、また恋心がズタズタだよ。よし、次ね。高宮やるか。ああ。じゃあ次の配信でゆきちゃんやります。よろしくお願いします。